皆さんこんばんは。はじめましての方もいらっしゃいませんね。小さな教会の牧師御堂和夫は妻に先立たれ、年頃の娘と2人暮らし。ちくわかこれ。亡くなった奥さんのレシピなんだとよ。そんなある日、光、白血病であることが分かりました。実は白血球の型を見る限り、お父さんと光さんの間に親子関係が確認できませんでした。はい、悦子が好きだったし、悦子も俺のことが好きだと思ってた。俺の娘の血のつながった父親を探してくれ。なんで亡くしてから気づくんだろうな。当たり前の毎日がどんなに幸せだったかってさ。和夫君、あのね、本当のことが知りたい。知りたいけど知りたくなくて。私のお父さんはお父さんだけだよ。マイダディ。